親父の宿願を果たすため。始めるか。教師で発動できたものの止め方がわからないんだろう、エイリー。そのまま抱えていては消滅するぞ。触れるものすべてが無へと巻き戻される。呪われてるんだ。そいつの個性は俺に渡せ。分解するしか止める術はない。絶対嫌だ。折れる前に戻してくれたんだね。でも優しい個性じゃないか、エリちゃん。力を貸してくれるかい。バンフォール、フルカウル、 100%。 お前もエリも力の価値を分かっていない。頂上という不運が起こる前の形へと巻き戻す。エリにはそういう力が備わっている。個性因子を制御する。主として人間を正常に戻す力だ。目の前の小さな正義だけの感情論だけのヒーロー気取りが俺の邪魔をするな。小さな女の子一人救えないで、助けるヒーローになれるかよ。私と上へ向かってくれ。受けない。この力で空中に上からって何としても、そりゃ支配する。少しずつ止まった。強い。邪魔くせ。たとえ無茶でも。貴様らしい現代病だ。負けられるかよ。エリの力で全て壊す。気づけ。次元が低い。全部無駄なんだよ。雑魚野郎が別に噛む。お見どきに断絶。今だ。ここで利用する。殺人が湧く。考えさせないぞ。別に噛む。くんじゃねえ。利用する。存じて。ここ
を貸してくれるか。来んじゃねえ。の神お前になど渡さない。おとなしく治療されるのを。
たとえ無茶でも考えさせないぞ。反動で叩く。セッキア帯のくせに少しずつどへブバリこやろうがこっちだ。利用する現代病だ。利用する。壁。で、壁。エルザ、力を貸してくれるかい。じゃあ返す。飽き飽き。邪魔する。利用する。
ありがとう。発災会は僕は負けるわけにはいかない。たとえ命が求められていなかったとしても余計なお世話はヒーローの本質だ。その力嫌だな。まるでオールマイト。親父を隅に置いた。せっかく引退して鬱陶しいヒーロー芸が多少落ち着いたと思った。危ない。砕けろ。俺が夢見た変えてはいけない未来。計画が軌道に乗って英雄気取りの病人どもを排除して、親父がヤクザが再び裏社会を治め、誰もがその名を聞くだけで恐れる。そんな未来がすぐそこまで、もう手は届いていた。だがこれは うちの子とヴィラン野郎と言われて喧嘩したんか。極道が仇に手出しちゃいけねえ。いけねえことだけどな、チサキ。メンツ守ろうとしてくれてありがとうよ。あの時の拾われた恩を。彼にはいろいろお世話になりました。始めるか。
伊豆久くんが超絶パワーでオーバーホールくんを倒し、戦いは幕を閉じました。ヒーローと極道がぐちゃぐちゃしている間に、核と呼ばれる女の子を横取りするつもりでしたが、そううまくはいかないものです。ですがオーバーホールくんは深手を負った。つまり病院へと搬送されるはずです。ジンくんに言われて、トムラくんに電話をすることにしました。八歳会から最寄りの病院へはこの高速に乗るのが一番早いと。連絡ありがとね、トガちゃん有能で、おじさん頭上がんねえや。連絡はジンくんの指示です。私は伊豆久くんに見とれてたので、むしろそちらの手を煩わせてすみません。片方ねえけどな。くしくし。しばらく警察の動きを見てましたので間違いありませんよ。核の子は手に入れられませんでしたが、オーバーホール君がこだわっていた薬の完成品がまだそちらにあると考えているのです。なかったとしても挨拶しておきたいでしょ。動画の連絡通り、オーバーホールを乗せた護送車が俺たちの前に現れた。俺らは捕まって身動きの取れないあいつをぶっ潰しに護送車を襲った。助けに来たってわけじゃなさそうだ。今度から襲撃するときはもっと上品にするんだな。高速区が外れてやがる。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。おじけじい、面白かった。とりあえず希望を摘み取れ。かき消せ。怖い。泣くな。見え見えだ。死ぬか。来たわ。なんで思い通りにならない。無様に。もっと追い込もう。崩れた。怯えろ。崩すぞ。効かない。無駄だ。この後とりあえず膝まひけ。あうざい。無駄だ。効かない。あうざい。崩れ死ね。破滅を与えよう。どうすりゃいい先生。刺さる。崩れ死ね。触るな。破滅を与えよう。もうよせよ。刺さる。痛い。うざい。薄汚いゴミが。手ごわい。うら。修復を諦めるものか。膝だ。もうよせよ。完全に気をされた。汚いな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。さあここはスコッキー。そりゃ握り崩れ。希望に触れるぞ。なんで思い通りにならない。無様に死ね。ここから面白い。この辺り崩れた。見え見えだ。私が握り崩れ。浅い。してやれ。触れるぞ。
先に手を出したのはお前らだ。余計なまねを。ついて。ここから。潰したいな。壊したい。ああ痛い。くず。ついこの辺り。ああうざい。くず。見たれ。絶望と共に死ね。破滅を与えよう。直射に毒だ。見た絶望と共に死ね。つまずけるか。いや恐怖を打ち込め。触るぞ。もうよせよ。くずれ死ね。もうよせよ。破滅を消え去る。暴力に暴力かよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。無駄だ。とりあえず見え見えだ。殺すか。握りか。壊す。面白い。希望を摘み取れ。浅い。壊す。追い越して。効かない。スクラップにしてやる。修復を。なんで思い通りにならない。戦うはうんざりだ。やめるものか。いや、まずそうだ。クズ。希望を摘み取れ。弟子が握りくる。まずそう。刺さる。すごいな。クズ。まずそうだ。握りくる。とりあえず。弟子。まずそうだ。くぐい去る。スクラップにしてやれ。なんじゃ落ち着け。とりあえずおじけづいて。面白い。触るな。で握り崩すぎたらゴミが手ごわい。俺は世界よ。俺たちだ。ニューストーリー。あっけねえな、オーバーホール。何が次の支配者になるだ。殺しに来た。いいや、お前が最も嫌がることを考えた。この薬さ、二箱あるけど、どっちが完成品？返せ。返すのはそっちだろ？あのな、オーバーホール、個性消してやるって人間がさ、個性に頼ってちゃいけねえよな。あ、言い忘れてた。将棋って要するに玉を取ればいいんだよな。将棋か。実に楽しかったぜ。